今ですね、はい、横浜の本牧ですよね。本牧です。本牧のこのムーンカフェの前にね、はい、いくらさんって言いますけども、はい、歌のこの街はまあイメージ的には、うん、いろんな人からこの街でって横浜のことですかって言われるんですけど、うん、まああえて別に横浜って決めたわけでもないんですけど、うん、みんな住んでる自分の街をイメージしてもらえる。そりゃそうですよね、はい、函館もいいしね。函館も、日本はいいとこたくさんありますからね、はい、ということはね、はい、全国で売りたいんですよ。そうなんですよ。全国の皆さんにね、はい、この街でよろしくお願いします。まあ、そんなわけで、はい、車もそうなんですけども、いつもですね、はい、スケベなこと言ってるんですね、はい、いくらちゃんが一体どういう青春時代を過ごしていたのか、はい、いくらの生態系。そうですね。そしてまあね、はい、このまあ本牧っていうかね、横浜自体がね、はい、結構本拠地でしょ。住んだのはここ5、6年なんですけど、もともと僕川崎出身なんで、うん、若い頃はどっちかというと東京で遊んでる方が多かった。あ、そうなんだ。その頃って横浜区アクセスって電車だとか結構大変だったりして、うんうん、でもその頃はここはこの前こう全部基地ですよ。まだ基地とか米軍住宅エリア1って給油所があったり、はいはい、ここがムーンのエリア1っていう名前になってるんですけど、うん、そこを曲がれば力車ルームっていうピザ屋さんがあったりですね、有名ですよね、はい、まあ、そんなわけですね、はい、今日はですね、いくらちゃんと一緒にですね、この横浜の、はい、そうですね、まあ、ちょっとね、不良っぽい感じのね、そうです、懐かしいところ、懐かしい、はい、いろいろね、いくらちゃんの車でですね、行きたいと思いますので、はい、その前に、この街ですよ。お願いします。これですね、はい、これそうです。いくらちゃんの見てください、ほら、はい、僕の愛車でございます。普段スケベなこと言ってるんですけども車かっこよすぎるじゃないですか、これ、はい、これちょっと教えてください。これ1967年型のシボレインパラの SS っていうやつですね、はい、もう15、6年持ってるんですけど、うん、10年ぐらい前に1回レスターして、はい、で、この状態まで持ってきた。これはもう、そうですね、今でもちょっと、うん、ちょっとずつ手直しじゃないですけど、うん、何にも悪いところないんですけど、うん、まあちょっとギアボックスを変えようかとか、もう少しハンドル周りよくしようとか、うん、あとパーステのポンプをもう少しコンパクトで容量のいいものにしようとか、これちょっと車高を結構低くしちゃったんで、はい、もうちょっと上げようかなと。あ、なるほど。で、この車に合わせたサスペンションを全部ワンオフでコイルと、あと、ショックと全部作り直したものです。うん、クラウンのような乗り心地にしてやろうかと思って。なんかでもほら、こういう車ってね、はい、正直言って、はい、キャンプ調整とか大変とか言うじゃないですか。はい、もうこれはですね、うん、全部インジェクションにしてありますんで。あ、そんなこと。はい、でもデイリーユースで使いたいんで、うん、でもこれはもうインジェクションにしちゃいました。これですよ。はい、もうね、全て完璧です。ね、はい、エアコンも全部ついてます。正直言って、はい、もともといくらぐらいだったの？実際、うん、今現在ですと、うん、SS のオリジナルで何にもしてない状態で、うん、多分アメリカでだいたい3万ドルから5万ドルぐらい、程度により500万ぐらい、まあ、約500万ぐらい、うん、はい、これは、うん、宇都宮のバンキアのおじさんから、うん、70万円で買ったの。16年ぐらい前。ええー、やれてたんですけど、やっぱりこれもほぼ多分そんなにいろんな人の手を渡ってない車で、うん、でボディもノーヒットの車で、うん、もったいないからじゃあ俺そのまま取るって、はい、でなんだか知らないですけどレスターしてる時に天井を剥がしたら、うん、なんだかんですけどこれぐらいのどんぐりが100個ぐらい出てきたんだよ。どんぐりどんぐり何だったんだろう、それが今のにそれが謎なんですよね、はい、これ今ね70万円で買って16年前に乗っていた車、はい、今例えばこれイカちゃんが、はい、これね、はい、チャンネル見てる人は見てる方にいやちょっとやいこれちょっと欲しいなという方がいらっしゃるかもわかんないですよ、はい、これズバリお値段を売るとしたら、まあそうですね、やっぱ1300万ぐらい売りたいですね。70万円が1300万円。どんぐりつきで、どんぐり100個つけて、100個つけて、あとされてコンドームもついてます。コンドームついてます、ね、コンドームは今度ね天井に全部貼り詰めて、しかもですね素材のいい相模オリジナルでちょっと行ってみたいと思いますよ。よろしくお願いします。黒がいいね。黒がいいですよ。もともとはオリジナルのブルーで、うん、中もブルーのもう本当にスコットランドの椅子みたいなのが好きだったんですよ。バイナルトップがついてる車が好きなんですよ、はい、でもうだからほぼ外装は全くいじってないオリジナルです、うん、はい、オリジナルと違うところはフロントのところだけをちょっと変えてるって感じですね。なんかいい名前これさ、はい、もうバックとかこの中に駐車場入れるのしんどくないの今もう、でも結構後ろ見やすいんで、うん、別にもうバックモニターとかなくても、うん、この辺は全然大丈夫。あ、まあね、いくらちゃん運転前からね、もうなんか逆にアメ車、古いアメ車ばっかり乗ってたから、うん、逆に今の新しい車より僕はこういうのが自分には乗りやすいです、まあね、まあ、そんなですね、いくらちゃんのですね、はい、車に乗って横浜のですね、悪いとこ行きます。
さあ、いよいよですね、出発しましたね。はい、はい、よろしくお願いします。そうじゃ、はい、いや、なんか音はいいですね、イカちゃん。そうですよね、やっぱりこの V8 のサウンドたまんないですよね。おお、いや、これはまたいい感じですよね。女の子にモテそうだな、これ。そうですね、もうこの振動だけでいい感じですよね。振動でいっちゃいますよ、これ。いっちゃいますね。振動でいくな、これ。しょびしょびな感じですね。あと、これに似たさ、はい、リセルームとかさ、はい、ゴールデンカップした子たちって、はい、可愛い子多かったよね。やっぱりなんか横浜の子っていうだけで、東京の中抜けった感じとはまた全然違うんですよ ね。僕は洋服好きだったから、はい、ファッションが違ってましたね。なんか違うんですよね。違ってたんだよ。だから当時のなんか、僕らそれこそハマトラとかニュートラとか、うん、あの辺の女の子の格好もたまらなく可愛かったですね。可愛かったな。あの、ここは今でもやってるんですよ、唯一本目でも。ゴールデンカップ。あらららら。で、この反対側のここがリンディだったんですよ、ディスコ。その裏側にリンディが朝までやって終わって、その後になんか朝の8時くらいからあるラブマシーンってディスコがあったんですよ。15歳くらいの時に連れられて行ったら、トイレの中で、あの、後ろのお兄さんたちが、あの、交尾をなさっていて、もう本当になんか、初めてそれを見て、あの、大人になった気分がしました。あの頃だったらね、あの、も大丈夫でした。多分60年代からあそこだけは変わってないんじゃないですか。イクラちゃんのこの車で走ると、はい、なんか空気感違うね。なんかまたこの車だと この中だけちょっとタイムスリップしてる感じしますよね。そうそうそう、ほら、ね、これがそれこそ前にあるよね、はい、普通の日本の軽で行くのと、はい、雰囲気が違いますよね。60年代、60年代でね、なんか匂いが。だから当時、それこそこの車が出たころ67年とか68年なんて、まださっきのエリア1のところとか全部あそこベースですから、うん、まあ基地っていうわけではないですけど、人が住んでたりとか PX とか買い物する場所があったんで、うん、あそこに小学校4年生ぐらいの時に、うん、あのうち家がペンキ屋なんで、うん、基地の中の塗り替えの仕事とかをやってたんで、うん、基地の、あのフェンスの中に入って空見ると日本にいるのに行ったこともないくせに、なんかアメリカみたいだなと思うんですよね、空が。そうだね。はい、空の色が違って見える。あの頃さ、なんかね、基地に入れるってなかったもんね。そうなんですよね。このトンネルを抜けると、昔このトンネル1本で、交互通行で、しかも市電が走ってたんですよ、ここ。で、これ抜けると、もう元町ですから、元町はいいところじゃないですか。うん、せっかくだから元町の中も通ってみましょう。通ってみましょう、通ってみましょう。ここですよね。ここ元町ですね。ほら、入りました、元町です。昔のこの頃になる前の元町も良かったですよね。でもこうなってからも結構経ちますもんね。あ、はい、あ、なるほど、なるほど。車高が吸ってますね。今何？下が吸ってるんですよ。すごい、はい、車高吸ってってんだ。そうなんです、こういうふうにアーチになってる。このぐらいで吸っちゃうの？そうなんですよ、3人乗るとだから、それで今足回りを作り直そうと思って。これ実はね、いるのはね、はい、40代、50代の、はい、昔遊んでたよね、いい女の人ばっかりですよ、今。でも元町ってやっぱり、うん、僕らの頃もなんかフェリスの 子たちとどうにか付き合いたいみたいな。来てましたよね。来てました。で、あと舶来屋さんってサンドイッチ屋さんがあって、うん、向こう側にあそこに行くとフェリスの子たちがいっぱいいたんですよね、うん、これぐらいだと。ここもね、昔からありますよね。このね、スニーカーかっこよかったんですよ、はい、スニーカーなんだろう、ケツみたいに、はい、当時ケツなんかないから、はい、とんがったスニーカーをしたんですよ。ここも前からありますよね。ありましたよ。ここ僕らの憧れの洋服屋さんでしたよ ね。かっこいいですよ、ね。かっこいいですよね。で、僕こっからの道が大好きで。大好きです。僕あのトンネルのところ で、ね、これからね、坂登っていくんですけども、それで僕はね、はい、あのいいとこっくり見せてここです。ここがね、はい、コーヒー飲ましてくれますよ。ちょっと一緒に寄ってみますか。一緒に寄ってみましょうか。一緒に寄ってみましょう。ロケの最中。あ、ロケの最中。すいません、突然来てしまいました。いや、とんでもないです。いや、いい。でも、こういうお店知らなかった。そうなんですよ。テリーさん、最近来てない。俺、出て、生まれた。生まれました。2日間ぐらい、俺、ずっと来てなかった。そうそうそう。おめでとうございます。ありがとうございます。お子さん生まれたんです。お子さんね、2人目だよね。
2人目。2人目。最低でも2回はセックスした。そうですよ。大体サーファー系の人っていうのは可愛い奥さん持ってるんですよ。そうなの。自分はでもバカなんですよ、大体が。可愛いでしょ、こういうとこ。いいですよ。いいですよ。いいお店ですね。この2人の YouTube 見たことある。あ、そうそう。そうですよ。教育的な感じです。ずっと好きなこと言ってる。そうそうそう。いいお店でしょ。今度ぜひ来てほしいのはね。ちょっとください。もちろんこれね、洋服持ってね、まあ、僕でもやってるんですけども。あ、そう。騒ぎ俺ね、今年やろうと思ってる。いろいろ教わろうかと思って。マジですか？じゃあ、俺が、ウェットスーツプレゼントします。マジで。本当に俺もこの前作ったばっかなんですよ。僕もサーフィンずっと17からずっとやって、おもうその暴走族やめて女にモテたいからすぐサーフィンやめて、バイクやめて、バイクやめて、ここね、コーヒーがいい匂いしてますもんね、香りが。あ、それで来たんだ。知らなかった。いいお店、いいでしょ。ですよ。だからね、俺なんかほらね、来て暇つぶしにいつもこれいて、はい、で時ともよく T シャツとか買ってるんですよ。いいですね。スノボの時いいじゃない、これ、ゴーグルして。なんか、キュー。オープンカーとかあるんですか？かわいい。え？オープン。オープンがね、今ね、オープンが、あ、今作ってる、オープン。あ、作ってる。60年のコルベット。はい、還暦仕様。またごめんなさい。突然来ちゃって。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。この時間だから、なくなってんのか。これしましょう。スキンヘッドで、メガネで、マスクだと、泥棒か、どっちかですよね。僕らはどうなんですか。ギリギリですよね。パン屋ではなかなか見ないかもしれない。見ないですね、この二人の光景は。儲かってますね。忙しいね。いいお天気なので、今日は早くに。これいつも忙しいよね。またまた来てて、ありがとうございます。コロナなんか関係ないじゃん。いや、そんなことないです。コロナ吹っ飛ばしてるんですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さすがにね、こういうとこマスクしないと怒られちゃうから。そうですよね。でも、いいパン屋さんですよ。知らなかった、僕。そんな近くに住んでて。前にね、クリックサイド。そう、クリックサイドの前に、意外となんかかっこいいかなと思って。もうこれちょっとね、後でスタッフで食べたいと思いますので。さあ、また再び走りました。はい。このパン屋さん、今度買いに来よう、また。この辺、華やかなんだよな。なんか俺さ。とか湘南って何回来ても飽きないんですよね。この辺に住みそうになったんですよね。知り合いのがあって。でもなんか、空気が見てるからダメだって。それは当たり前だよ。こういうとこでさ、街角でばったりね、なんか可愛い女の子と出会いたかったよね。いいですね。甘酸っぱいですよね。全くなかったな。絵の規定ですね。あ、ここね。はい。今度のその、この前出した、この街での、ジャケット撮影をさせていただきました。あそこのママいいよね。美穂さんね。美穂さん、可愛い。いや、陽気な、いいママだよね。さん、若い時綺麗でしたしね。今度もあの辺の奥様たち呼んで、みんなで食事会でも。いいですね。やりましょうか。やりましょうか。やりましょうよ。横浜の。当時の話とか聞いたら面白い。こんにちは。ほら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 、こっちは可愛い女の子だ。いいな。もうシャネルのほら見て。いや、今夜帰りたくないって言ってますよ。ほら、帰って、今夜帰りたくないって言ってました。今乗せたいですよね。乗せたいな。乗せたい。くそー、0.3つです、それ。マスクをしてる唇が分かっちゃうんですよね。今夜帰りたくない。めちゃくちゃにしてくれ。めちゃくちゃに。ここもそうですよね、もともとドン・キホーテ。もともとドン・キホーテなんですけど、この裏側がバンドホテルですね。そうね、バンドホテルだったんだよね。で、ここにバンドホテルの上にシェルルームっていうクラブがあって、ウィリー沖山さんがね、歌っててね。そうだね。で、ここにシェルガーデンっていうライブハウスだったんですよ。で、僕は自分の奥さんともそこでもう結ばれたようなもんですから。はい。そうなの。そうなんですよ。奥さんは何者だったんですか。奥さんはもう本当ちゃんといい人なんですね。僕ちゃんと世の中うまくできてますよね。そういう話はさ、自分は悪い人なのに、いい人を選ぶんだよね。そう、大体不良は真面目な子が好きなんですよね。
大体そうなんですよね。それでここで結ばれて、その時はもう僕が奥さんのこと気に入ったんだけど、奥さんはもう本当になんだこの人みたいに、もう悪そうな嫌なやつだなと思ったんだけど、その後にベイサイドクラブってあって、そのベイサイドクラブに行って二次会かなんかで、でチークタイムにチークを踊ろうと思って手引っ張ったら、本人は嫌だってたんだけど、周りの後輩たちがそれでお前が踊らないために柳川さんに機嫌を損ねられたら俺たちたまったもんじゃないっつって、もう人柱のように僕とかに来て、でそれがきっかけで結婚したんですよね。そうなんですよ。もうそれからもう32年が経ちましたね。そうなんだよな。いい話じゃないですか。でも今実はコロナ騒動でこの辺って夜もう本当に人がいないの。いないですね。だから、ね、昭和40年代、30年代の、そう、昔の横浜の匂いがするんですよ。僕らが見てた時の景色があるっていうね。残ってるよね。本当にそうなの。だから、ね、ぜひね、あんまりね、言うと怒られちゃうんだけども、こういう楽しみ方もありますからね。そうそう、あんまりなんかごちゃごちゃしてる中華街行くんじゃなくて、そうですね、誰もいない大桟橋とかさ、すごくいいですよね。レンガの倉庫街、はい、あれ辺をね、歩くっていうのはなんかいいですよね。ここのいいね、このホテルもね。バンドホテルいいですね。バンドホテル、このバーも最高ですよね。ここね、イタリアも美味しいし、はいはい、ナポリタン発祥の地ですからね。そうなんですか。そうなんですよ。そう知らなかった、はい、ここの景色好きなんですよ。あ、いいですよね、はい、さあここを右に回ると赤レンガ倉庫街に入ります。もう悪い人いっぱいいたよね。はい、悪い人いっぱいいた。ここ悪い人のたまり場だったよね。はい、悪い人のなんか学校だったよね。そうです、みんな入り込んで、そう、入り込んで写真撮ったり。本当だよ、ね、さあ、これじゃこれからどちら行くんですか。これから、はい、まあこのまま行けば馬車道なんで、うん、まああの辺とか関内あたりとか、関内とかも、うん、10代の頃に、うん、さっき撮ったあの元町に元町プールってあったじゃないですか、はい、あそこに夏とかやっぱり僕ら10代の頃とか、うん、クラブのお姉さんたちが結構あそこにいたりして、うん、可愛がっていただき、横浜にちょっと移住したりして、ひと夏お世話になったりするんですよね。ここからですね、いよいよ馬車道ですね。馬車道ね、抜けて、馬車道抜けて、ちょうど抜けると、うん、これで、館内ですね。館内で、日曜日とかすごいシーンとしてたの、銀座と似てるんですよね。そうだね、あの感じ好きなんですよね。銀座もね、土日で意外とね、はい、夜なんかほとんど人がいない、品のいい街になるから。そうなんですよね、あの感じがいいですよね、うん、じゃあちょっとその、馬車道の一歩こっち側にある、はい、今でもよく行く友達のちょっとかっこいいバーがあるんで、おお、行きますか。ちょっとここでちょっとお茶でも。あ、いいですね、はい、行きましょう。さあ、なんか着いたような感じですけど、はい、ここにバイクが止まっていて、いいお店なんです。あ、ちょっと、ね、ここはあれですよね、ちょっとお茶でも飲んで。はい、お茶飲みましょう。ここも本当しょっちゅう一人でも飲みに来るような場所で、うんうん、矢沢さんも立ち寄ったという、すごいじゃない、はい、あのいい矢沢が、いい矢沢さんもいい矢沢さんも来たりとか、桑田佳祐さんも来た。なんだと、なんかいろいろ、いい矢沢、桑田、はい、で、まあ、長渕剛さんが、なんと長渕も来たという、ここを指してますね。だから長渕さん、乾杯歌ったってことはない。乾杯は歌ったんですよね。乾杯はした。乾杯してね。乾杯はしたけど、すごいですね。じゃあちょっと、矢沢、こちら桑田、長渕、すごいな。ほら、初めての方お語り、一元さんお断りですよ。失礼します。本当だ、いいお店だ。いいお店。テリーと申します。はい、お願いします。一緒だよ。マスターの家族です。カツオさん。カズオ君です。あ、カズオさん。はい。よろしくお願いします。ここ、はい、居心地のいい。さっきの子たちナンパ出なかったね。残念。失敗したね。乗りたそうな顔してましたもんね。そうそうそう。いや、ね、可愛かったんだ、それともマジで。上品だ。そうですよね。うん、来てるみたいでも。あ、失敗したな。YouTube を見てる人はもちろん知ってると思うんだけども、イクラちゃんのこういうさ、本来の姿をね、かっこいいね。ここはあれですか、7時半までですよね。そう、今7時、そうですね、45分とかで。ああ、そうか、閉めてます。普段朝までやったんですけどね。でもあれですよね、部署が、営業部署が1日6万円、
と変な話、180万出るじゃないですか。これ嬉しいですよね。嬉しいですけど、空いてる時間が多すぎて、なんかちょっと心が病んできます。なるほどね。ずっとここにいる人間じゃないですか。もう30年ずっとここにいるんで、それが本当に3時間しかいない。そうか、そうだよね。全然なんかお金よりも。で、早く帰って何してるんですか。洋服のとかいろいろやってるんで。あ、そうそう、そっちをこう受けないですね。T シャツとかも。あ、かっこいいじゃないですか。またなんか女性ボディービルダーのオリジナルブランドが出てる。それをなんか僕がやるみたいで。でもグラちゃんのアメフェスはもう何年やったの？去年やれば28回目だったんです。うわスペシャルなんですよ。そうそう、家族の店と一緒。家族の店って92年でしょ。だから家族の方が1年早い。美味しいし。初代、初夏、まるで一緒だ。コーヒーも美味しいし。コーヒー美味しい。パンも美味しい。あの中でナンパしたら面白かったね。これ長くてね。楽器持ってましたよね。楽器持ってましたね。あ、楽器持ってた。あ、だったらフェレットの子だ。うわ、失敗したな。この企画もう一回やらないかな。ちょっとナンパ企画だね。いいですね。うん、ナンパ企画。その際一緒に図書館で行きませんか。図書館いいですね。どうしたの？差し上げます。いただいたんです。やったー。素晴らしい。富士さんこれ。ありがとうございます。これいくらさんとお揃いです。テイさんどうですか。そう。ニット帽かぶります。いくらちゃん。はい。改めてこのお店いいね。いいですよ。本当にここは、うん、あんまりこう見えて人見知りなんで、うん、一人でいろんなとこあんま行かないんですけど、うん、ここは一人で来ます。人見知りですけども、はい、女の子といると変わるんでしょ。もうそうですね。ちょっとケツ見知りになりますね。いやだからはい、元持ちの女の子2人、はい、ちょっとフェリス風のあれ失敗したなあれナンパするよかったねナンパするよかったね今頃フェリスにフェリスですよね、もしねこれは見て いらっしゃったらですね、はい、連絡くださいはい、はい、お笑いバックドロップの方までお願いとっとと行きましょうねとっとね今度またあれですね、はい、女の子とお友達になりたいシリーズ行きたいですよねいいです ね女の子とお友達になりたいシリーズ、はい、で4人で図書館ですよね図書館ですよ倍にやりましょうよ。そうですね。倍ですね。夜も倍にですからね。はい、でも どっちかというとあの吹奏楽の方がいいですね。最後まで0点です。この男は最後まで0点です。何ですかこれは。吹奏楽ですね。それからやらしてって感じですよね。バカです。ということです。退場です。ペリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。